こんばんは、ファンクでーす。富士見台のね、駅の近くにね、二郎系インスパイアのお店、トリトンというね、お店訪れました。なんとね、ここはね、二郎系インスパイアなのにね、鶏ちゃんとね、豚ちゃんをね、使ってるスープがとってもね、美味しいそうです。今回ね、ここをね、教えてくれた、ひとみさん。ありがとうございます。絶対ね、トリトンラーメンを頼んでとね、言われましたけど。高い。1050はね、ちょっちゅう高いよ。のりとね、野菜とね、あとね、ぶっといメンマと、あと味玉と、あとね、またこれまた分厚いチャーシューがね、中に3枚入ってるのね。でね、野菜増し増しとかいろいろできるんだけども、別途ね、またお金かかっちゃうの、だからね、無料のね、大盛りだけお願いしました。すいません、ひとみさん、いろいろね、教えてくれたんだけども、ちょっと高くてね、この野菜増し増しね、できなかった。ごめんちゃ。ちょっとね、ネットの方でいろいろね、ここのね、ラーメンのこと調べてみたのね。なんていうとこなのかな。ちょっとよくファンクわからないけど、なんとか6っていうね、ところを見てね、初めて知ったんだけど、二郎系インスパイアっていうよりも、J 風ラーメンって言ってね、ちょっとね、二郎をね、パチったようなね、別にインスパイアっていうわけじゃないらしいよ。あとね、家系とかもやってるらしいのよ。あとなんか、独自のね、変わったメニューとか。すごく変わってる、ここのラーメン屋さん。でね、今ね、食べてるね、ジャスのシーン映ってるじゃない。これね、西日が差してね、ちょっと光って乱反射して、なんか見づらくなってるんじゃなくてね、あまりにもね、ジャスがね、イケメンすぎてね、五光が差してんのよ、これ。ごめん、疲れてるの、疲れてるからね、しょうがない。暴走してるとね、だけ思ってるんだ。でね、こっからまた光が強くてね、もう一切しれちゃけてね、もう動画がね、もう見づらいからね、ここで一旦ストップしておきます。ごめんなさいね。いや、場所ここしかなかったから、あと他のお客さん座ってたから。無理言えないからさ、ね、撮影までさせてくれたんだから。でね、食べてみたね、感想なんだけども、やっぱり二郎系インスパイアっていう感じじゃないね。まあ、二郎のパロディみたいなさ、鶏と豚のね、また出汁もね、まあ、二郎っぽいけども、なんか、なんだろう。なんかすごく不思議な感じ。豚骨のね、なんか、パワフルなね、プタ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 っていうよりもね、二郎系風にしてますけども、で、豚もね、ガッツリ使ってますけども、鶏ちゃんに入れちゃったみたいなさ。ね、なんか麺もね、二郎とそっくりなんだけども、二郎ね、特有のね、粗削りなのをなくしたね、マイルドさがあるって感じかな。迫力はね、二郎がある。食べやすさはここだと思う。一度みんなもね、ここ食べに行ってほしい。すごくね、変わってて面白いから。それでね、ファンクね、ラッパーじゃない。で、よくさ、この動画でもさ、ファンクなりのラップをさ、皆様に披露してるじゃない。それでね、今回からね、ラーメンとね、ラッパー合わせたね、ラーパーっていうのをね、ラーメンの動画の時にやろうと思ってます。それでね、一発撮りで失敗してもね、そのまんまという。その代わりね、失敗したらそこでストップという。ちょっとね、あまりにもね、ぶっちゃけね、
実際ね、ラップやってる人からね、ちゃんとやれと、やるならお叱りのね、メールをね、Facebook からいただきました下手すぎだと、やることは否定しない。その人はね、ラップ好きで、まあね、あなたも好きだったらね、それはいいことだけども、どうすならちゃんとやれと、めちゃくちゃお叱りを受けまして、でね、今回ね、変なね、中途半端になったとしても、ラップじゃないですよ。ラーパーですよ。いや、逃げ作ってませんよ。それなんでね、ラーメン動画の時はね、一発撮りで失敗したらそこでストップ。それでね、ラップのね、腕をね、磨いていこうと思っております。チキラですよ。それじゃあ皆さん、ちょっとお聞きください。いや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 、また怒られそうだぜ、怒られそうだぜ。ドパンクなりに頑張っちゃうよ。じゃあお聞きください。トリットン。ここは鳥と豚ちゃんを掛け合わせてていけるじゃん。隣にいるおじちゃんも、あ、靴下インズボのソーシャレじゃん。寒くなってきたからファンクちゃんも、桃引き2枚入ってていけるじゃん。2枚入ってるから駅のトイレで手こずって失敗。ちょっと右の太ももがぬるぬるしてて気も悪い。そんな時にトリトンラーメン食べて癒されたから、家に帰ってお風呂入る。練馬区の写真店のシャッターの絵がどう見ても深まってるそうです。消しゴムの角使ったくらいで怒るなよこの絵をね、見た時にね、あ、深川龍だと思ったファン君でもね、ファン君ね、深川龍のあれ好きよ。え、フライドチキンってそこも食べれるの最近またね、ブレイクしてきたんで深川龍ね、好きだからね、ちょっとね、また頑張ってほしい。でもね、彼が一番ね、輝けるのはね、内ピン。内ピンの時のね、深川龍はね、もう本当にね、燦然とね、輝いてますよ。練馬区のある地区がビッチだそうですもうね、ここね、近く通った時にね、すげえと思ったけど、奥もずっとこんな感じなのよ。で、ファンク思ったんだけど、まあ、自民党、あと民進党、幸福実現党、公明党、共産、あと無所属とかね、もう、もうビッチすぎ。ね、あまりにもね、ひどすぎてね。いやー、ほんとにね、もうここのね、一区画はね、もうすべてビッチ。あら、いらっしゃい。今日はね、お客さんね、いないからね、好きな席座ってたさ。どう？いくらと、もうね、ファンクお腹いっぱいだからね、あげる。これ食べながらね、何か相談があるなら、ファンクに打ち上げてみてはどうでしょう？テレビやネットで TPP が話題になっていますが、TPP の意味はわかりません。どんな意味なんでしょうか。天日。ね、もう大切なことだからね、これはね、ちゃんとね、ね、勉強しないとダメ。これからのね、もしね、TPP 実施されたらね、日本にね、とってとてもね、大切なことなのよ。ね。ファンクちゃん、お尻ペンペンするよ。TPP っていうのはね、1992年にね、ABEX がね、邦楽第1号グループとしてね、デビューしたね、グループでね、メンバーにね、DJ コーっていう人と、あとね、サムっていう人とね、あとエツっていう人と、あとね、ユウキとね、チハルっていう人もね、いるのよ。
で、このメンバーをね、まあ、一言でね、言い表すとしたらね、いい年なのにみんなガングロ。これに尽きると思う。やばいほどガングロ。ちゃんとね、意味をね、もう覚えないとダメですよ。大切なことですからね。この間ね、遅くまでね、仕事してたから会社の上司にね、ジュージューカルビ連れてもらったの。すごいよ、綿あめとかね、あとね、アイスとかいっぱいあって、お肉もね、ぴったりちゃってるわけじゃん。でもね、何よりね、上司にね、スイカ負けてる。これはね、ファンクの死活問題ですよ。ファンクもね、もっと頑張らないと。ね。それじゃあ今日はここまで。じゃあねー。